剣玉だけで実に3万種類もの技ができると言われております。例えば皆様ご存知の大皿1つ取りましても、前に振りますと前振り大皿です。横に振りますと横振り大皿。前に大回転をどんどん参ります。 私、剣玉をやっている身としては、この長井市、本当に特別な土地であり、素晴らしい土地だと感じております。また、皆様にお会いできる日を楽しみにしております。本日は貴重なお時間いただきまして、誠にありがとうございました。 止め剣という技、はい、よく見てくださいね、お兄さんを。おお、できますか、止め剣。この辺がね、勝負の分かれどころになります。
やるので。おお、お父さんベリー。ナイス、ナイス。 そして、けん玉をフレンズ達成します。拍手。はい、じゃあ小皿までいった。